三つのピアノ四重奏曲 WOO36 は、ルートビヒバン・ベートーベンが1785年に、ピアノと弦楽のために作曲した、ピアノ四重奏曲。ベートーベンピアノ四重奏 WOO36。表紙この作品は、ベートーベンの最初期のボン時代に作曲されたもので、あるが、ベートーベンの死後になって出版された。その際、 その完成度の高さから14歳の作品とは思えず、フェルディナント・リースを含む音楽家たちを驚かせた。この曲では、ベートーベンの最初期の他の作品にも見られるように、全体的な楽章構成や、超設定、テンポ、主題や火星構造などの多くの点に、モーツァルトの影響が顕著に見られる。また、後に、最初の出版作品の2つとなるピアノ30奏曲。 1> 第1番、第2番、第3番作品1と、ピアノソナタ第1番、第2番、第3番作品2の中に、この曲の主題素材や学説が取り出されている。モーツァルトのバイオリンソナタと長長計379を手本にしていると言われている。モーツァルトのバイオリンソナタ派長長計296を手本にしていると言われている。ありがとうございます。